久しぶりでございます。できる子元気な子で知られる拙者でござるわ。雑か。そこは知らぬ中ではござらぬので。わかんないだろ、案外今回初めて私たちと会うってこともあんまりないよ。かもしれないけど、こういうのは形が大事なんだよ。真面目か。お前よりはにゃ。はい、そんなわけでまたうちたちに会いに来てくれてありがとうだぴょん。持ってかれた。今回はたまたちのこれといって特に何にもない日常をテーマにした4つのお話を楽しめるよ。何にもないとか言っちゃっていいものなのにゃ。そういう難しいことをたまに聞かれてもお手上げだよ。大事ない。拙者たちと主様との日々は、その一瞬一瞬が宝石のようにまばゆい時間であるからだ。物は言いようだぴょん。ちょっと待て、これで終わるのはあれだろ。もっと期待感をだな。例えばほら、私たちの違った一面がとか。いつも通りだよ。日常って言っちゃったもんな。でも多分面白いと思うぴょん。うむ、滑稽なマヤの姿をどうぞお楽しみください。人のこと言えないぴょん。それじゃね、いってらっしゃい。終わり。魔性の技、特等を拝んで死んでゆけ。キキ、風が先陣。ニンニン。申し訳ありませぬ。ですが、一言だけ弁明を許していただけるのでしたら、こやつが…殿を起こして差し上げるのは拙者のお仕事なの。私たちとお前たちは同じ立場で春樹様に仕えてるはず。先輩面はイラつくにゃ。ここは痛い。案外春樹がピンピンしててびっくりだぴょん。うちだったらひっくり返ったベッドの下敷きになったらそれだけで平然としてるし、春樹はちょっと忍者みたいかも。とにかく断るごとにこうやって風魔のバカ忍者に絡まれてたら仕事にならないにゃ。貴様、自分には罪がないようなことを。私はわきまえてるにゃ。うち考えたんだけど、春樹についていくお仕事は交代交代にすればいいと思うの。一日おきに交代で春樹についていく。うちに意外な才能が。おい、バカを言うな猫山。なんで私たちがこいつらに遠慮しなきゃいけないんだ。ごめんぴょん。おいくんし、儚い夢だった。もともとは春樹殿の身の回りのお世話は拙者と玉で成立しておりました。余剰人材でござる。人材を適切に配置するのは主様のお役目の一つ。どうぞご判断を。なりませぬ。いつ春樹殿の恩義に予期せぬ危険が迫るかは分かりません。謎の忍者軍団襲来。そんな時当番が律とマヤであったら死でござるぞ。うにゃー。ご納得いただけましたか。ゆえに拙者はですね。はい。おいき様、このタイプの追い打ちはあまり経験がない。春樹殿は本当に怒っていらっしゃるぞ。誰のせいにゃ。お主だ。新入りの分際で己の分もわきまえずいけしゃあしゃあと。
にもまずい。拙者は学ばなければいけない。いかにご信頼の裏返しとはいえ、ハルキ殿は拙者にだけちょっと厳しすぎるところがある。そういうところだ。大人になれユラ。あやつらどうこうではなく、課題は常に拙者の中にある。拙者がハルキ殿より一層の寵愛を賜ることで、万難は良い方に運ぶ。そういうことだ。今宵が楽しみでござる、ハルキ殿。ふう、ふむ、よく寝ているな。テーマはいつもとは違う大胆な拙者。よら、もう僕、ハルキ殿の慌てんぼ好き。こうしてベッドに組み敷かれた拙者は、ハルキ殿のたぎる重欲に、ん？そら見たことか。貴様のゲスな腹積もりなどお見通しよ。観念してバグにつけ。こっちのセリフだ。いらねこ見抜いたし、完璧そういうのだし。こんな仕打ちがあっていいのか。ご飯抜きなど、なぜ忠義の権下たる拙者が心と心がつながっていると感じていたのは、拙者の独りよがりだったとでも。ハルキ殿がもうわからない。お蕎麦は美味しいけど、ちょっぴり食べづらいかもね。あんまり？麺類だとインスタントラーメンかな。日持ちするからね。うん。お兄ちゃんに隙があるのが悪いんだよ。寒い、心が寒い。親分、お腹空いてるでしょ。冷蔵庫からハムをくすねて、ガブー、ピュー、痛たたた、やめてやめて、うちのお尻歯でグリグリしないで。誤解です、ハルキ殿、いじめてなどおりません。こやつが。おいしいの、お尻。なかなか官能的な髪型ではなく、てめえ何してやがる。拙者は何も悪いことをしていないように思うのだが。本当です、信じてくだされ。拙者と大切に育んだ愛くるしい思い出の数々を、二人で見た夕焼けの空を。あ、ハムだ。さてはお前、猫山をパシリに使って冷蔵庫から持ってこさせたな。ふてえ野郎にゃ。拙者は断じて潔白。おいマヤ。あ、ほら悪い顔。あやつばっくれるつもりでござる。信じてください、ハルキ殿、正義は拙者に。しょうがないな、お姉ちゃんは。分かっておりません。ハルキ殿の分からずや。ふんだ、ハルキ殿のいけず。危機感の問題だ。拙者がもしよその子になっちゃったら、ハルキ殿はどうするおつもりなのか。こんなにお慕いしているのに、ハルキ殿のいけず。
拙者はずっとここにいるというのに、探しに来てもくれないとかショックでござる。あまり考えたくはないが、拙者のことが割と本当にどうでもよくなりつつある。ネアであれば、ヨトギであれば完璧に自信がござるのに、いつぞやもリツに妨害を。これまでのあれこれで拙者の可愛さを見極めたおつもりなのであれば誤りでござるぞ、ハルキ殿。拙者まだまだいけます。可愛いとこいっぱい残してるから。にゃっ。北条と言ったか。話だぞ、ちゃんとしろ妹よ。でもご飯だよ。ご飯は後で。おっと、それよりも、えへへ、おはようございます、ハルキ殿。それはその、少々込み入った事情と申しますか。生来忍びとは秘密を詰め込んだ袋のようなものでござるので。ハルキ、お皿運ぶぴょん。にゃ、うち落とさないで運べるもん。タマもお手伝い。あ、こら、クーネルばかりに一生懸命だな、お主は。さっきの話忘れるでないぞ。わかった。心中お察しいたします。しかしこれはあくまでハルキ殿への忠を貫かんがための行動、何卒ご理解を。にん。どちらもする予定はありません。うむ、ごちそうさま。本日も地層でござった。では拙者これにて。妹よ、あとは任せたぞ。任務にござるので本日は別行動ということで。ハルキ様はいつの間にあいつに任務を与えてましたのにゃ。あいつは任務の意味を理解してるんですにゃ。はいはい、だったら今日はうちがついてく。これも経験か。よろしいですか、ハルキ様、私が面倒を見ますので。むふ。聞いてるよ。ダメダメ、教えないよ。忍者の秘密を守るの、ニンニン。大げさにしていますが、所詮はユラ、どうでもいいことか厄介ことのどちらかですにゃ。あ、たまにはのんびりお昼寝したかったのかも。うちの真似だぴょん。お前いつも昼寝ばっかしてるのか。主には鍛錬。あいつが張り切るとろくなことがないですにゃ。まあまあ、もうすぐわかるよ、多分ね。よーぴょーん。マヤは今日までどんな修行をしてきたの。え、なんか走ったり。
ちょっといいかしら、ハルキくん。来ちゃった。いきなり呼び捨てだなんて、もう私たちの関係がみんなにバレちゃう。してる。いっけつ。乙女ですもの。何かと言ったら春樹くんに会いたくなるのは自然な成り行きというものでしょ。私たちは恋人なんだから。もう照れてる。そんなところも可愛い。ちょっぴりワイルドなハルキだな。ハルキ様も好き。好きすぎるからキスしちゃおうかしら。まあ美人だなんて。あのものはハルキ様の良き友になるものと存じますに。転校生よ。好きすぎて追いかけてきちゃったみたいな。ふうま、ではなく風間ゆらです。はるきくんとセットで覚えてね。ふうま、ではなくて風間の里よ。恋って女のすべてですもの。そんな風に色目を使っても無駄よ。拙者の心はハルキくんのものなのですもの。拙者が武士って？そんなはずないでござろう。聞きましたか、ハルキ殿。拙者が武士って。では皆様ごめん遊ばせ。私はこれからハルキくんとご飯ですので。なんだか思ってたのと違うよ。逆にどう思ってたんだよ。お兄ちゃんのピンチって言うから協力したのに。あのふざけた潜入工作のか。うん、お姉ちゃん忍法あんまり使えないから。ねえ、ご飯は？うち明日からお留守番でいいぴょん。餌のついてない竿で魚を騙すことにかけては私の右に出る者はいなかったわ。今日だけ特別よ。本当は私とハルキくんの間には何者も割って入ったりはできないんですもの。いい？私とハルキくんのアチチな二人の関係をよく目に焼き付けておくのよ。積極的に言いふらすの。生まれた時から恋してたと言っていいわ。言っていい冗談の区別をつけろ小僧。死ぬのは貴様だ。やあ、恥ずかしい。お、水を向けられちゃったわよ、ハルキくん。恋人らしいところをみんなに見せておかなきゃ。いつものあーんって食べさせっこしましょ。照れないの。あーん。今のは明確な殺意のこもった一撃。己敵衆か。そうだ、貴様たちは拙者とハルキ殿が恋仲である事実をそれと認識すればそれでいい。次にハルキ殿に嫌なことを言ったら顔を殴る。
学というのは何をするものなの？ハルキくん。ハルキ殿、無論拙者は構いませんが、もう少し念入りに見せつけておいた方が良かったのでは？驚かせてしまったかとは思いますが、ちゃんと説明はできます。ひとまず怒りは収めてくだされ。意外な、怒ってないのでござるか？仕方のない連中でござるな。このような目立つ真似をしてハルキ殿に迷惑がかかったらどうするつもりなのやら。しからば失礼。にん、あの野郎逃げやがったにゃ。結局今日は何のピンチだったの？口八丁でいいように言ってただけに決まってるだろ。あいつ最初からこれが狙いだったに決まってるにゃ。狙いって？あ、それはハルキ様とそのチュッとかそういう。お姉ちゃんずるっ子だよ。タマも買ってほしいものあったのに。そんな話はしてないにゃ。もう懲らしめちゃうんだから。それだ、手分けしてあいつを探すぞ。うちはそのユラを懲らしめたい気持ちもあるけど、足を引っ張っちゃうかもだから。猫山は私と一緒に来い。ぴょん。人自体少なくなってきたにゃ。帰っちゃったのかもね。かもにゃ。一度様子を見に行ってみるか。冷蔵庫にチンして温める肉まんのパックがあったよ。知るかにゃ。様子を見に行くだけって。じゃあ頭が3つ食べよ。おい待て、1個半ずつにゃ。半分だからな。うちも、うちバナナ。肝を冷やしましたが、どうやらやり過ごせたようです。あ、ハルキ殿。にゃ、今日はご迷惑ご心配を。まさか。今日は忍法でうやむやにしましたが、このような真似を続ければボロが出るのは必定というもの。企業秘密。とにかく何度もこのようなことを繰り返すつもりはござらぬが、今日はどうしても。先に確認というかでござるが、叱られるのは覚悟しております。ですが笑ったりとかはちょっと傷ついちゃうでござるので。叱らば。先日、そう、拙者がご飯抜きの罰への抗議でプチ家出を試みた日のことです。先ほども輪に混じっておりました。なんとかという髪がこうぼわっとしてて鼻と口が普通にある女子が家の近くの公園でジュースを片手にキャッキャと騒いでいたのです。つまりは、北条って最近ちょっとイケてるよねのような。意外と落ち着いてるとか、意外としっかりしてそうとか、意外と目鼻立ちはいい感じだとか、好き放題ハルキ殿の品定めをするかのようなことを言った挙句、遊びにでも誘ってみるかとか、真っ赤になっちゃうんじゃないだとか、
下心に目鼻がついたかのような慎みのかけらもないものいい。律から三角耳と尻尾を取ったらあやつらです。悠々しき事態にござるので、かくなる上は皆を代表し、春樹殿に色目を使う者どもに現実を突きつけてやろうとございました。これまでがおかしかったのです。春樹殿はお優しくて素敵で、料理も上手で、グッとくるなでなでの技をお持ちですので、それに天下人の器でござる。すべて事実です。むろん拙者たちは主と忍びの関係、英雄は色を好むとも申しますし、側室の一人二人は解消の範疇ですが、こうもやもやっと公園での一件以降何も手につかずということで、つまりはやきもちでござる。ですがあの者にどのような企みがあったかも知れず、あるいは春樹殿にあだ名さんと企む者の患者であった可能性も敵でござる。ですのでなるべく我ら以外の者との関わりを持つのは、にゃそのようなご見解は改めてくだされ。春樹殿は希代のドンファンにござる。すれ違う女は鈴木なにがしよりも高い打率で春樹殿に恋をします。無論あの仮面の方の鈴木なにがしも春樹殿の虜でござる。拙者は気づいております。時折あの者がメスの目で春樹殿を見ていることを。不安はつきまとうものでござる。なので春樹殿はなるべくしょっちゅう不安を払拭してくださらないと、あるいは誰かのものになってしまうやも。嘘ですが、そのようなお言葉だけでは足りませぬ。あやつらに宣言した通りの恋人にも等しい拙者たちでござる。春樹だな。みゃんみゃんみゃん。まだでござるぞ。この制服を脱ぐまで春樹殿と拙者は恋人同士でござるから。みゃあ、そうです、校内見学の約束でござる。恋人としてエスコートをお願いしなければ。みゃ、春樹殿、家に入る前にもう一度夢中。特別な今日一日を締めくくる思い出が欲しいというささやかな乙女心でござるのに。にゃーね。もう春樹殿ったら、サプライズがお上手でござる。次はどのような策を練っておられるのやら。拙者そうたやすくは騙されませぬぞ。今夜は